い、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。幼児ちゃんどうする。玉界門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合はここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう、警戒を怠るなよ。